議案第45号、ロシアによるウクライナへの侵略を非難する決議について、提案理由とその内容についてご説明を申し上げます。令和4年2月24日、ロシアがウクライナに武力侵攻し、無差別の砲撃によって多くの市民が犠牲になっている事態に、世界中が心を痛めています。このロシアによる侵略行為は、国際秩序の根幹を揺るがし、我が国を含む世界の平和と安全を脅かすものです。武力による一方的な現状変更の試みは断じて看過できません。そこで、ロシアの侵略行為を強く非難し、人命の尊重と即時撤退を求めるとともに、ウクライナ国民に連帯する私たちの意思を表明し、世界平和への決意を新たにするため、ここに小牧氏として決議することを提案するものであります。それでは以下、決議の文案を朗読させていただきます。ロシアによるウクライナへの侵略を非難する決議。ロシアによるウクライナへの侵略は、平和を希求する国際社会の長年の努力を無にし、国際秩序の根幹を揺るがす行為であり、ひいては我が国を含む世界の平和と安全を脅かすものである。このような武力による一方的な現状変更の試みは断じて看過できない。ロシアの侵略行為を強く非難するとともに、人命の尊重とロシア軍のウクライナからの即時無条件の撤退を求める。またウクライナ国民に選ばれたウクライナの民主的な政権を転覆せしめようとする行為は、ウクライナの主権を侵害するものであると同時に、民主主義への重大な挑戦である。小牧氏は、自由、民主主義、基本的人権の尊重等を普遍的価値として掲げる日本国の自治体として、ウクライナの主権とウクライナ国民の自由と権利が守られるよう、我が国をはじめ普遍的価値を共有する国々が一致団結して力強く行動することを望む。そして、不当な侵略から自国の主権と領土、自由と民主主義、家族と同胞を守るため、困難な戦いの中にあるウクライナ国民に寄り添う私たちの気持ちを表すとともに、世界の恒久平和を念願し、私たち市民一人一人が平和を作り守るための不断の努力を行っていく決意を改めて誓う。以上、小牧氏の総意として決議する。以上が決議文案であります。満場のご賛同をお願い申し上げまして、提案説明といたします。よろしくお願いいたします。